2020年12月31日木曜日、時刻は22時3分を迎えまして、だい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 、星のドラゴンクエスト不死鳥装備新装備登場、不死鳥弓アンド不死鳥の槍引くんだスペシャル、2020年年越しライブって。どうもマルベリです。本年ラストの生放送、星ドラ放送よろしくお願いしますということで、お待たせいたしました。レビューの方をやっていきたいと思います。まずは不死鳥の弓関東性能、こちら、攻撃力は最大190、最大 HP プラス30の不死鳥装備の特有のね、ありがたい恩恵ついております。得意モンスター鳥系で不死鳥の加護、特性後で見ていきましょう。不死鳥化弓、今回もついております。そしてメインスキルは攻撃呪文 S 合点雷光に、サブスキルが注目の攻撃呪文 S 補助特技と攻撃呪文のダブルスロット S に補助特技ダブル、スロット、あ、違う、ダブルスロットじゃない、2つとも A ということで、もう先ほどちょっとコメントでもね軽く上がっていたんですが、まあ、呪文系だということで、不死鳥系の呪文系はもちろん杖が実装されていましたと。はい、こちらが不死鳥弓と不死鳥杖の比較でございますが、攻撃呪文 S が2枚は変わりませんね、サブスロット。しかし2つ攻撃呪文 S が詰めるってことは同じなんですけど、不死鳥弓 の方は補助特技 S と補助呪文 S のダブルスロットなんで、まあ、使う幅が広がってくれてありがたいっていう話ですよね。まあ、バギラミアの運用でもそうでしたけど、基本は攻撃呪文連続呪文でね2発打てるっていうソースが確保できればいいので、まあ合点雷光がどんなスキルなのか次第なんですけど、合点雷光に泉して補助特技 S をやはり不死鳥弓の方は詰めるというメリットが出てきますね。まあ、いろんなバリエーションといいますか使い勝手が出てくると。で、補助特技 A という形なので、単純に補助呪文は詰めないとなりますね。なので回復ソースがやはり杖と比較すると詰めるか詰めないかですけど、今補助特技で一応ね回復できるスキルもあるので、そこら辺をこうスキルスロット考察のところでね、見ていければなという感じでしょうか。続いてのスライド、まあというかまずね、このサブスロットの段階、でもまあ優秀さはもちろん今言った通り見えますよねっていうところですね。ただちょっとスキル構成をどういう感じでやっていくかっていうところで最終的な評価と。で、特性でございます。不死鳥の加護ついております。戦闘開始時に攻撃呪文ダメージ 20% 上げということで、これは同じですね、不死鳥杖と。本当に同じだよな、不死鳥の加護同じですね、特性名も同じですね。インテ1上げが戦闘開始に必ず入りますよというやつでございます。続いてのスライド、メインスキル不死鳥の弓の合点雷光攻撃呪文 S、 CT は20秒、比較するとバギラミアも CT20 秒なので CT の差はございませんね、速度の差はございません。で、攻撃魔力2倍のデイン属性呪文ダメージということで、まあデインだったっつーね、なかなかのぶっこんできた感あるなっていう感じですね。で、このスキルももちろん不死鳥装備は戦闘価値 CT100% 溜まり状態です。まあ何を言えどね、いろいろ不死鳥装備が出た時に杖が強いのか斧が強いのかどっちなんだっていう話がありましたけど、強いとか弱いとかって話じゃないんですよね。やっぱ CT100% って星ドラにおいてかなり、まあタブーと言っちゃタブーなんですよね。今までテンションアップっていうスキルが下方修正されたのも、組み方によって一気に CT100%、 一気にっていうかね、段階的にではあるけど CT100% に近いようなことができた。そのちょっと話題に出てましたけど、ゾンビパの太陽盾も死に戻り自体はいいんですけど、死に戻りの確率は 20% だか 25% だったか忘れたけど、そんで戻った時に CT が 100% で戻っちゃうのがちょっとやばすぎたということで、 CT100% ダメってかなり星空の中ではセンシティブな扱いをされていたにもかかわらず、もう不死鳥王のと不死鳥杖はもう容認されてしまったと。これが問題なんですよね。で、まあもう不死鳥シリーズはこれで踏襲するしかないということで、戦闘開始 CT100% で攻撃魔力2倍のダメージを与えるデイン属性ダメージでした。ここの仕様も同じですね。なんかバギラ、完全バギラミアのデイン版ということで、どっちがいいって話になったらやっぱりデインの方がいいんだよね。
バギーはやっぱりなんて言ったら抜群相手そ限定されているっていうところもあるので、あの属性ダメージでバギーとデインどっちがいいって言ったらやっぱデインなんだよね。ただデインももちろんいまいちのところはあるから、今後は豪天雷光とバギラミアの使い分けでやっていくと。今までだとこの攻撃呪文 S2 枚っていうのが最悪上1個でよかったんだよね。なんだけどこの豪天雷光とかをこっちに入れるとか、逆に不死鳥弓の方にバギラムには2枚入れるとかいうシチュエーションが出てきたんで、結局この S スキルのスロットが生きてきたと。そもそも攻撃呪文のところがね、だからさっき言ってたのは補助特技 S と攻撃呪文 S のダブルスロットだからバリエーションが増えるねって言ってたけど、多分バギラミやニズミのパターンを不死鳥弓でやるっていうシーンも出てくるし、逆に不死鳥杖の方に豪天雷光ニズミをするっていう需要も出てくるから、今回の不死鳥弓の抜き出しもね、もちろん貫突もそうなんだけど、抜き出しは今まで1本最悪絶対抜き出せって話だったけど、これ2出し確定レベルなのかなあの理想形を言うとね、というのが見えてしまったといいますか、今回の不死鳥弓のこの攻撃呪文だったことでね、バリエーションを確保するにはそういう対応が必要だというのが一つ見えてきたんではないでしょうか。後の仕様としては全く同じなので、その電気系なのかバギ系なのかっていう違いのみという形になっているようでございます。さらには不死鳥弓の不死鳥化の方ですね、不死鳥化弓も、天撃を発動できるようになり、武器にセットされている不死鳥の天撃以外の攻撃呪文が必ず暴走、素早さも1上げダメージ 10% アップということで、杖の方の不死鳥の移行は、下の方効果が真ん中らへんですね、威力が 0.2 倍加算されて最大 1.2 倍なのが、天撃の方は 0.3 倍加算されて最大 1.2 倍なんだ。でも最大はだから早く天撃の方が火力上がっていくって感じですね。移行の方は 0.2 倍で6回打たないと、まあ、最大 1.2 倍倍率まで増えないと。なのに対して、天撃の方は4回でこと足りてしまうよっていう違いはあるようですが、まあなんだかんだ言ってね、この天撃と移行に関してのそのダメージ倍率っていうのは、ギガ電とかね、そこら辺ではなかなか感じられない。魔王でもやっててもなんか忙しすぎてなかなか感じられないみたいなところだから、そこまでこの 0.3 と 0.2 の違いに関しては意識する必要はないかなっていう感じでしょうか。さっきの言ってたところに戻りましょうと。なんでスロット構成が攻撃呪文 S と補助特技 S のダブルスロットがあるにせよ、やっぱり、バギラミやニズミのシーンは出てくるでしょうと。で、豪天雷光自体をニズミすれば、メインスキルとね合わせてサブスローに1枚っていうパターンであれば補助特技 S の恩恵を受けられますと。で、対象の補助特技 S どんなものが入れられそうかっていうところですよね。ちょっとスキルセットで他のものでちょっと代用して見ていきましょうか。 iPhone、弓でやれるのが一番わかりやすいですかね。弓の S が詰めるところ、ここでちょっと見てみましょう。スキルセットですね。ちゃうわ、これじゃない。今回はたっぷりレビューという形でやっていきましょうか。降臨黄金竜の需要をね、S スキルに入れるっていうのはもうなくなってますね、ほぼね。っていうのも特に弓は、セーフ、うん、なんとかゴーフセーフ、なんだっけ名前忘れてた、後で出てくると思うけど、補助特技に荷上げのやつがあるからね。まあ降臨黄金竜はないでしょう。ドラソデデインダウンっていうのは、まあ、デイン属性のダメージを一度だけ 1.5 倍にするっていうジンを入れられるんだけど、呪文はどうなんでしょう。まあ、デイン属性ダメージだから一応ドラゴンソウルは需要なくはないって感じなのかな。ゼロではない。しかしそこまで優位性はないよね。超魔爆炎波に関してもメラ系、ハイパーノマもバギー系、ウラノス大秘宝はどうなんでしょうかね。自分の HP300 回復、攻撃呪文の CT50% ダメ、戦闘ごとに1回だけ使えるっていう感じなので、まあそこまで需要ないかな。グランドノマもない。黄金ブレードがはゼロではないってぐらい。黄金ブレードかドラゴンソウルっていう攻撃ソースを入れるなら。ただし弓専用スキルもねありますからね。これだ、セーフゴーヤね。セーフゴヤがバキ属性で敵全体で仲間全員の域対戦に上げ、まあ、CT は29秒と重いんですが、エンジェルアロー超サミダレレイド砲っていう感じでしょうかね。レイド砲は波動効果がありますと。でエンジェルアローは守備ダウン攻撃ダウンが 30% 狙えて5回という。アークアローの上位互換、超サミダレはボミ、ここら辺の狙いどこだと何を補助特技 S に入れるかって見たときに
S スキルで別に入れる必要はあんまないかな。だからやっぱりここにバギラミア、ニズミの可能性を含めながら、まあ黄金ブレードかドラゴンソウルとかの組み合わせなんかね、あとはまあ下の補助特技 A スロットに何入れるか次第ですよね。まあ、例えばもうここ S だけど西洋の恵みとか、何でしょう、名流秘術とかね、突歌とかそういうのを入れていくっていうこともできなくはないっていう感じですね。補助特技を要は3つ積んでっていう立ち回りができなくはないっていうとこでしょうか。だから実際はここ補助特技 S と攻撃呪文 S のバリエーションになってるけども、うんって感じなんだよね。豪天雷光を荷積みした場合になんかいろいろ遊べるねっていうぐらいなんじゃないですかね、 S スキルで。で S スキルのところにはもちろん超コンボキャノンとか弓線の、今まで補助特技 A に入れられていたような内容が入ってくるかなっていう感じでしょうかね。ダダン、不死鳥のやり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 よーやり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 。さあ、最大 HP プラス30は変わらず不死鳥系の特性と、で得意モンスターは、まあ、獣系ですが攻撃力は210と大満足の、火力でしょうか。そして不死鳥の飛翔が特性、不死鳥か槍、そしてフェニックススラストで、サブスロットが攻撃 S 攻撃、あ、補助特技 S のダブルスロット、攻撃 S 攻撃呪文の S ダブルスロット。うん、でまあ注目ポイントは全赤ができるってことですよね、あのメインスキル以外ね。で下は攻撃 A、赤 A、 そして赤紫のダブル A スロットという感じで、もちろんスロット自体は優秀でしょうと。まあ、何が入れられるかっていうところを最後ね見てって、ここの最終評価という感じになると思いますが、特性がこちらでね、不死鳥の飛翔、戦闘開始時に補助特技の CT を 100% 貯めると。結局怒りとかが補助特技扱いだから職業スキルも 100% になるのかいっていう話。フェニックススラストがもちろんニズミもできますよと。で攻撃 A と赤 A 紫 A の一番下のダブルスロットのところも 100% になるよっていう感じですね。ただ、特性で 100% 溜まりなんで、火力上げとかがないんだよね、斧と比較すると。こちら不死鳥の目覚めが火力荷上げになってて、もう劣化自体の性能として CT が 100% 溜まるという風になってるんですけど、槍に関しては特性の方で 100% 溜まるという違いがありますと。なんでこの槍自体はものすごく器として、なんて言うんでしょうかね、いや不死鳥劣化に関してはスキルとしてものすごく優秀なわけですよね。スキル自体、まあ今出てた攻撃呪文2つと不死鳥劣化はスキル自体に 100% という性能があったんですけど、フェニックススラスト自体は、まあ、スキル自体にその 100% 溜まりっていう恩恵はないと。このあくまで不死鳥槍についてないと CT100% 溜まらないよと。ただしいい悪いは置いといて、さっきも言ってた職業スキルだったりとかに影響する威力がなんと 825% でございます。え？え？ちょっと待って、825って過去最大じゃない？通常スキルで。そして 60% という超高確率で雷神付与で、雷神自体はダメージ 1.5 倍は変わらずですね。あ、星砕きが 800% 超えてるか。だから星砕き超えだ、とんでも火力で、かつデイン、すんげえな。強いんだよね、だからね、これね。で、ジンありで CT18 秒でしょ？え、めっちゃ強くないこれ。鬼強でしょ。不死鳥槍は貫突必須やつですね。化け物だ、槍。今更何を言っているっていうね。みんなそんなん知ってるよ、みたいな。だからやべえやべえって言ってんだよって話かもしれませんけど。すごいです、不死鳥槍。18秒だもんね。さらに、不死鳥か槍に関しては、これもオニョとの比較になると思いますが、攻撃特技のダメージですか。不死鳥か斧は 25% 上がるのに対して、武器にセットされている不死鳥槍、あ、不死鳥双撃以外の特技ダメージ。まあだから大丈夫だね。スラストとかもダメージ上がりますね。
25% アップだったのが、不死鳥槍に関しては特技ダメージが 20% 上げと。で、通常火力も 20% 上げが発生するので、火力2上げと同じ高火力になるって感じですね。敵全体。敵全体。そうか。不死鳥双撃の方がね。不死鳥攻撃は敵単体だったに対して、双撃の方はさらに敵全体にもなると。いいですね。いいですね。ほんで、フェニックスススラストニズミはもう絶対条件となりますね。フェニックススラストニズミじゃねえと、不死鳥化斧にはちょっと追いつけない。DPS としてね。ほんで、攻撃 S のところだね。攻撃呪文 S は正直これ、魔剣同士で使えっつうのが、魔剣同士で、聖騎士で使えっつうのがちょっともったいないぐらいの槍ですから、月ガスを抜き出すしかないんだ、ここ。抜きますよ。一本しかねえけど。なんたってこの槍15万するからな。あ、また。画面出てねえやん。はい。15万の槍です、これ。15万の槍1本だけ持ってるんですけど。15万円の槍抜き出しますわ、じゃあ。なので、明竜月牙荘をここに入れると。で、月牙荘の火力も上がってきますね。ただ、CT100% ではないからな。って感じだね。で、A のところにはルミナスですかね。ルミナスで電印染めしたいっていうところでしょうか。あと、ロンギヌスのルミナスドラゴンですね。まあ、ただ、追加攻撃出ないと火力出ないから、考え方としては、会心確定の、地獄の魔装の抜き出し、錬金の方ですね。抜き出しの雷獄月。これが電印で染めて会心判定もありという方が火力的に安定しそうですか。ロンギヌスは 50% の8回ダメージで一応 400% ですからね。で、敵のいずれかで 30% の確率で追加ダメージが出ればでかいよと。だからルミナスと地獄の魔装とかっていうのも、雷獄好きっていうのもありですね。それか精神槍。精神槍の聖人双撃、いや、騒乱撃。まあ、ここもそこまで軽く出ないんだよな。素早さ上げは入るとしても。そうか。今回、だから、不死鳥、そうだね。不死鳥槍は速度上げが含まれてないんだね。そこがちょっと考えどこなのと、あとは、あれですか。槍の回復のやつ？なんだっけか。槍の回復のスキル。ガード解除されないやつ。あれを補助特技 A のとこに入れるのもありかな。てか、補助特技 A 入れなきゃダメなんだね。補助特技 A は CT100% 溜まるから、なんじゃ。雷光騒乱撃。120%4 回。デイン属性耐性ダウンがある。黄金竜槍抜き出し。あとはここら辺、竜神双撃。そんな軽くないんだよね。だから槍の回復のやつがいいかね。自己回復ソースをキープすると。ただ私持ってないわ。でも魔王とかでめっちゃ光るのか。ここに一番下のダブルスロットのとこに突歌とか入れてたら、突歌開幕 100% なんだもんね。黄金ブレードか。黄金ブレードを2人積んでたら、開幕もうそれポンポーンって打ったらいきなりもう守備アップ、プレスアップもういらねえよっていう。そんな運用もできるってことだね。あれ、槍めちゃくちゃ強いやん。ま、槍めちゃくちゃ強いけど、ちょっとスキルが難しいね。テンプレスキルを作るにはめちゃくちゃ条件が厳しい。で、逆に言うと、もう本当にいろいろスキルを動かしまくれる武器、動かし回ってしまえば運用もあれもいいでしょ。それと今後メタ金槍、そうよね、メタ金槍だよね。メタ金槍で化ける可能性も全然出てくると。ただメタ金槍の追加スキルは多分一発しか打てないスキルだからね、今までのやつを踏襲するとね。メタ金槍で化けるってことはないか。これが不死鳥槍ということで、一応改めての性能評価でございますが、まあ、槍まさかの
まさかの史上最強なんじゃないでしょうか。あれちょっと待てよ、ロイ派との組み合わせが微妙になるのか。まあそれでも一応槍、名竜槍持ってる人は別にできなくないくないや。開幕がロイ派との組み合わせがあんま良くないってことだね。ナイトメアスピアか、ナイトメアスピアについてるやつか、回復するやつ。まあ2強って感じですね。最強とまでは言わないわ。でもやっぱりこれ剣超えてるよね。斧槍2強、うん、同率1位って感じですよね。なので一応今までね S 評価とかなんかトリプル S とかダブル S とかっていう話をしてるんですけど、斧をね余裕でトリプル S って評価つけてたけど、現状運用されると結局トリプル S プラスというもうほぼあのフォース S、 もうほぼフォース S みたいな評価なんですよね、斧は現状星ドラ上で。でまあこの槍もトリプル S プラス、多分俺放送っていうかレビューの時にトリプル S プラスって言ってるね。じゃあもうフォース作ろう。フォース S だよ。S4 つ、斧と槍、うん、もうトリプル S プラス超えたでしょもうね、という評価。不死鳥弓に関してはまあトリプル S 止まりなんでしょうかね。まあやっぱりまあでもトリプル S プラスなんだよな結局は。 CT100% ダメがあるから不死鳥弓も。でも迫力といいますかちょっとおよって感じなのは、まあ弓はね杖のちょっと亜種みたいな感じだけど、槍は全然そもそも槍の性能、器の性能として CT ダメがついたという変化、 CT100% っていう恩恵がついた変化によって槍の方がやっぱり弓と比較した場合は評価は高いという結論になりそうでございます。まだあります、まだあるので続きを見ていきましょう。こちら防具の性能公開されておりました。不死鳥冠、不死鳥の衣下上と、縦はないけどこの衣上の見た目がみやじかっけえ。不死鳥冠が不死鳥のきらめき、不死鳥の威厳、そして力プラ極みきました。不死鳥の衣下が不死鳥の個人バギ属性ダメージ軽減強、麻痺ガード極み来てくれましたね。不死鳥衣下も、そして不死鳥衣上がちょっと隠れて見にくいですが、神技一体不死鳥結界素早さダウンガード超ということで、まあ性能だけ見ると不死鳥衣下の麻痺ガード極みがもう特に、今後必須レベルで必要になってくるところがあるでしょうというのと、一部スキル内容公開されておりますので見ていきましょう。まずは不死鳥冠の方ですね。冠の内容が一部公開されておりました。こちら不死鳥の威厳、攻撃力上昇の効果がいてつく波動で消されないです。そして不死鳥のきらめき、戦闘開始時に火力が荷上げでございます。これはバランヘアと同じ効果、さらにプラスして素早さが1上げと。これ素早さアップも荷上げだったらちょっと話違ったんじゃない？やっぱ素早さ上げが1上げっていうのがどうなんでしょうっていう感じですね。ロイヤルハットは素早さ上げが2上がって会心確定で、不死鳥きらめきは火力が2上げなんですけど、まあバランヘアがね今出てましたが、バランヘアがあの戦闘開始時から火力2上げなんですけど、今現状バランヘア使われてないわけですよね。ロイヤルハットの方が優位性があるっていう風になっているわけで、まあつまりは火力2上げ開幕の需要性が少なくなっていると。理由としては剣の特性、あ剣というか武器の特性ないしは武器のスキルで火力が上がっちゃうから、別に頭から荷上げじゃなくていいよっていう感じなんだよね。問題なのはこの威厳との効果だよね。火力荷上げが消されないで、かつこれがある。ちょっと極みが、まあ、波動で消されないっていうポイントに関しては正直魔王での効果なんですよね。で魔王だとロイヤルハット使わないんですよね、あんまり。使うとこもあるんだけど、あの火力ぶっぱできるとこはね、過去魔王では。ただ最新魔王ではロイヤルハットの需要はないので、でさらに言うとバランヘアも魔王での需要はなかったんだよね。なんだけどその不死鳥冠の場合はその
魔王を意識した威厳があるからこそどうなんでしょうっていう、一考する価値はあるのかと思うんだけど、どうなんでしょうかね。力超で40なんで、あ、50プラ50レベル、勇者上が力超で40かってことはプラ50以上とかっていう話なんですね。およよよよ, よということで、冠に関してはめちゃくちゃ賛否両論あると思うし、ただあのシンプルに、いやロイ派でしょで済む話ではないと俺は思っている。今なんか速攻結論で、いやなんだかんだロイ派だよって言ってる人は絶対に不死鳥冠使わないでくださいねこれ分かんないでね、毎回さこう初見の印象がバーンときてさ、こうだみたいになるんだけど、実際に運用されていくと、あれやっぱこっちじゃんみたいなパターンいっぱいあるからねということもあり、まあ保留ですね。まあ今ね、結論を急ぐ必要も全くないでございますから。ただし皆さんの言ってる通り、基本はロイ派がベースだっていう考えがやっぱ先行しますよね、ちゃんとやってる人は。なんだけど、ただ単にそんなシンプルな話ではないんじゃねえかなって一瞬思えるなと思っていますそしてもう一つ紹介されてました、冠ではなく衣上の方ですね、こちら、不死鳥結界がメラギライオ 30% 減の神器一体が会心の一撃と魔力暴走の威力 35% アップということなので、今までですと比較対象といいますかね、あの取り扱い引き立てて出される対象としてはこちらなんでしょうか。ドン刀身鎧上、会心暴走の極意で、今まで 30% 上げっていうのがありましたね。あとは呪文でも結局はこっちを積んでいたっていうこともあるんでね、呪文で暴走火力を上げるときっていう感じかな。結局今回の不死鳥衣上も呪文とマッチングがいいと、魔剣とか魔食での魔王とかの高難易度ダンジョンでメラギライオンの耐性が活かせて、かつ魔食のダメージをなんと不死鳥化すると確定暴走なので、毎回この神器一体の恩恵が受けられると、うん、物理は結構限定的になっちゃうんですよね。明竜ハンマー構成で、しかも超越スキルをマックス貯めた状態で打たないと会心確定にならない、ないしは補助特技で構えじゃねえや、何だっけ、あの黄金竜ハンマーについてるやつを実行して次の攻撃確定とかロイハー絡みとかでしかないから、やっぱこれも呪文色なんだろうね、火力すごいだろうね。そうなってくると、まあ不死鳥系の体上はかなり呪文色に両方、鎧上も呪文色の、勇者衣上みたいな使い方だったので、これはちょっと使ってみたいですね、魔色で衣上というのが神器一体でございました。まあ神器一体の評価はもう完全呪文向けと言っていいでしょう。こうあの物理色でも使えなくはないけども、かなり限定的で、かつ魔王でも使えると。うん、いいんじゃない言うことを踏まえ、もう一度防具側が、まあ体下もねもちろん優秀なんですが、武器防具合わせて総合評価を見ていくと、槍フォース S、 不死鳥弓トリプル S、 冠がまだ分かんねえんだな、不死鳥冠が、まあトリプル S は間違いないけど、トリプル S プラスに出てロイハーと完全同等になるのか、それともロイハーと使い回しだけど頭だけ現状トリプル S、 頭やべえじゃんってさっき言ってたけども、そういう意味でやばいどういう意味だよ以上、長々とねこうじっくりレビューという形でやってみました。まあ、普段のレビューよりかなり長くやったんでね、不死鳥の難民なんですけど、どっち引くのか、そうだね。だ結局、芸春ガチャで、明竜シリーズと不死鳥シリーズの通常の斧と杖が出るやつと、新装備のやつ3ラインナップみたいな感じに多分なると思うので、考え方としては、今回の槍弓は、まず最近始めた人は、
全く使えません全く使えないと言っていいんじゃないでしょうか。特に槍、弓も結構シビアだからね。全くって言っていいほど使えないんじゃないですかね。だんじゃないかな。あのあれだよ、貫突抜き出しまで全部やりきれるっていう人は全然 OK。 槍貫突スラスト抜き出しでもうそれが成り立つまで全部予算突っ込めるよっていう人だったら全然いいですじゃなく無課金でやる人はまあ使えないと思うよ。相当運良くないと。持ってるスキルがバチバチハマってとかじゃない限り。まあ斧に関しても結局は抜き出せないと意味ないからね、うん、でそれに対して名流に関しては、正直名流は、まあ、名流刀ももちろんそうなんだけども、羽衣上なんだよね。名流羽衣上が出たらもう全てが救われるんですよ、名流装備は。なんでおみくじやってから考えましょう。みんなはおみくじでチケットがの排出率がどこまでなのかっていうのを今回が初めてなんで、やってみないと分かんないですよね。でおみくじでのチケットの排出率が結構これいいぞってなったら、そのチケットでまず名流か不死鳥の方を迎春キャンペーンのやつで引けますんで、これをまずベースに考えた方がいいですね。今持ってるジェムとプラス1万あるということを考え、このおみくじでこのチケット福引きっていうのがもらえ、チケットみたいなのがもらえるらしいんですよね。でそこで一番上のやつか、2021年迎春チケット福引きには不死鳥&名流で入ってくるんだと思うんだよね、ダブルで。こっちをまず優先で全部集め切って引きます。引いた内容次第でどのガチャ引くかを選定ですね。衣上も持ってる、名流刀も、とりあえず2本持ってる。2本が ベースです。1本は抜き出しを。で、貫突するのに1個素材で言って、進化玉が4つ溜まれば、星ドラは最大4ヶ月で貫突作れるので、名流とも2本持ってる。ってなったら、不死鳥斧の方ですね。不死鳥斧の方にチャレンジ。まあ、これも持ってる装備次第ですけどね。という形で、皆さん、ガチャの引き方ね、をチョイスしてもらえればいいんではないかと思います。ご参考程度に。あげまして、おめでてぃあけましておめでとうございます。昨年も、マルベリ放送非常に皆様にはお世話になりました。今年も変わらぬご愛顧よろしくお願いいたしますということで、ガチャ見ていきましょう。どんな感じになってるんでしょうか。やってまいりましたガチャ祭り、新装備がっつり引いていこうと思うんですが、手紙はどうでしょう。おみくじ地図1回目、これがだからね、どのガチャ引くか引かないかの重要な部分になりますんで、来たぜ。1万ジェーム、2021年明けましておめでとう。みんなも受け取ってください。いや、そして新春メタ金鍵といろいろ来ております。さあ、で、おみくじの仕様をね、ちゃんと確認していきましょう。こちら。おみくじが、まずソロプレイ1回しろと。ちょっとソロプレイ1回させてください。ささっとね。曜日、金曜日クエスト。曜日クエ、ぶっ込んでこい。フレンドさんに関しましては、フレンド登録の際に、生放送等で表示される可能性があるのでね、それを許可いただいた方という形になっておりますので、ご安心ください。さあ視聴者数はどうでしょう。1000人いかないか明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。わあ、ロケットいただいた、ギフト皆さんありがっていい。ミルダムの方もね、皆さん今年は勝負の年でございますんで、よろしくお願いいたします明けおめでございます。ちょっとね、シャシャッと終わらしたいんですけど、会心装備にしてくるの忘れましたね。明けましておめでとうございます。この後早速引いていきましょう。でソロをクリアするとチケットがもらえると、あ、チケットじゃないや、おみくじの挑戦権がもらえると。
ほんでそれを引いて大吉が出たら3万ジェームだからね。3万ジェームはでかいよこれ。3万ジェーム来たらね、おっしゃ新装備も挑戦しようかみたいなね話になりますけど、おみくじポイントがたまります。で排出の仕様とかは出るのかね。新春おみくじ3万ジェームや福引きチケットもらえる。ギガ大吉が3万で大吉が、金地形で3枚1枚となる。で回出率的なものは特にないか。ないっすね。まあとりあえず1回引いてみましょう。これでギガ大吉出たらどうするかね。みんなもちょっとギガ大吉ってなんだよ大吉出たら教えてください。いきましょう。2021年新春おみくじ一発目いきましょう。でーん、さあどうだ。フリフリしてくじを引こう。フリフリだー、大吉だー。ただなんかブブブブブってなったよ。おおお、いきなり大吉だ。今回出るんじゃないこれ。結構2001年迎春チケット金手に入れました。いやはー、一発目からかよというようにこういうこともあるから先にこっちなんですよ。で期間をちょっと見ていくと、新装備が1月7日までです。だから今日の今日急ぐ必要はないんだよみんな。でループ福井、優勝ループもありますね。今回はステップ5で確定だ。ほんでほら迎春がやはり変わらずで、不死鳥の杖、あれマジか、斧は入ってないんだ。名流羽衣は入ってる。うわマジか、こういう感じか。斧の入ってる方は、え、斧がなんで入ってないのこれ。斧ないんだ、マジ斧ねえぞこれ。あ、あったわ、あったわ、あったわ。いや、だからこのガチャめちゃくちゃいいんだよ。いろんなもん入ってっからさ。提供エリアはもちろん厳しいけど、この中の確定で出るってやつだね。ちょっと一回引いてみようか。まあだから、出にくいは出にくいけども、ここを見てからじゃないと何とも言えないよね。2021年迎春チケット福引き。まずは引いてみましょう。1枚で、てい。これでさ、金チケだった？大吉来た！お！アステアさんいいじゃん。やっぱすごいんだよ、今回。大吉とか普通に来るんだよ。確定で星5が出ますよ、金だと。行くぜ。名流不死鳥。黄金とかなんかそういうのもいっぱい出るんでしょ、多分。成人とか。なんかいっぱい入ってんじゃないんだよ、で、で、で、2回必ず跳ねて。天空鎧、こういうのがあるね。こういうのも出ちゃうね。まあでもこれをちゃんと引いてどうやるかっていうのを決めていきましょうと。どのガチャ引くのかっていうのはね。でちょっと参考例は先ほどの前半戦の話を聞いていただければと思います。ほんで幻の神殿チケットは1月の12日までだね。まだ9枚だわ。あと1枚たまんねえとあれだ。でメタ確定チケット福引きが2枚実はあるので、弓狙いでちょっとちょろっと引いていきたいと思います。ガチャ祭り本番は1000人行ったら行こうかな1000人行かないかな1000人目指して、んー、ガチャメタ福引きチケット対弓が欲しいよ。弓爪はもう貫突持ちですね。ただこれもメタ金爪がねいつかは来るでしょうと。あともう一枚大吉出た。やばいね、大吉はね出そうですよ。いやだからそれがね、なんかいろんなラインナップ含まれてて含まれてて、うえいいの引いた、バックラーありがとう。これで3人分揃ったわ。今まで2個しかなくてさ、1個とつっちゃったんでね、間違ってね。あれとつってないか。これはありがたい、3人分揃いました。ほんでチケット系はこれまでって感じか。あ、月額が更新されました。月額パスが名流装備、そして竜の女王、成人ですね。名流じゃないぞ、これ。竜の女王行きたいな。コン出したい、コン。コン入ってる？斧かい。マジかよ。これ、無知の一点狙いだもん。これは嫌だわ。これはもう一枚キープしたいけど、これ、ただ？
これないつまで有効期限1月1日の23時59分までやん。今日までやん。今日引かんといかんわ、これ。成人は一応爪とかも欲しいっちゃ欲しいけど、爪、探検、斧、剣、いや、めちゃくちゃラインナップはいいけどもって感じだね。かぶったら嫌だな。名流は？名流はこういうか。じゃあ成人だわ。まあ、とにかく1枚引かんといかんから。これ竜の女王、これコンが入ってたら絶対こっち引いてたけど、もうこれ30いくらかけてもう全部出したんだよね。まあ無知がちょっと数少ないけど、無知の一点狙いは危なすぎるでしょう。成人は結構、結構です。結構何来ても大丈夫。成人剣はもういらない。剣と杖以外だったら何でも大丈夫だから、こっち引きます。成人月額パス今日までだよ。皆さんも更新時期をお気をつけください。で、ラインナップ更新されましたんでね、今回はこういうラインナップのようでございます。行きましょう。早く1000人行ってくれ。1000人行ってくれ。月額パス。引くんだ。成人狙いで。特に、ブメ、爪、うんてい、探検でもいいよ。だっだってってい、おのー、いいね。ナイスナイス。1本しか持てないんで。1本というか1本抜き出してサラで1本しか持ってないので、ちょっとずつトツが増やせるのはありがたい。中吉小吉そんなもんかな。チケット系はトリマですね。はい、さあ本番でございます。まずは新装備が入った方ですかね。違う方だ。新装備が入ってない方が通常ガチャの1日1回無料もついてると。ってことはやっぱりさ、斧もこれ1日1回無料で出る可能性もあるからね。定休割合は 12. もちろん 5% ガチャですね。はい。なんで、やっぱりチケットと1日1回無料を引いて、斧側は、まあ、斧のみとか狙ってる人とかね、ちょっと様子見て、まあ、名流の方も揃ってればもう新装備行ってもワンチャンいいよね。防具側もあるし。槍も可能性はゼロではない。とりあえずあのなんとかステイスラストをね、一本抜き出せればさ、他のスキルがどうであれ、オゴリオーノも結局 CT 即たまる劣化を2枚打って、もうね、あとメインスキルの不祥化したところのやつ打ったらほとんど倒してるからさ、伝説級だと。だから槍狙ってもいいと思うよ。さあ、ということで、あとこっちが5枠で不死鳥装備、こっちも5枠で不死鳥装備ということで、ここからが本番でございます。私は槍貫突コンプを目指していきたいと思います。槍貫突コンプを目指していれば、弓も貫突できるんではないかという安易な考えでございます。いきましょう。それでは、提供割合。ステップ1から見ていきますけど、基本的には 12.5% ガチャで、ステップ詳細が1枠かけて2枠3枠4枠と確定枠が出て、最後のステップ5で不死鳥装備が1個確定ですね。でもちろんラインナップには9の方は入ってないですよね。9の方が入ってたらいろいろ大変なんだけど、まあ、常設系は入ってしまっているので、結構天空ガチャとかになりそう。天空刀人ガチャとかになりそうですね。西洋系が来てくれた。ナイトメアがさ、ナイトメアなんだっけ、スタッフじゃない。スタッフじゃなくて、ナイトメアスピアの、これ無限好きだ。これが一応、あれですね。槍の補助に入れたら結構回復ソースは確保できるっていうぐらいな感じ。ここら辺は狙っておきたい。副産物で出てくれたら嬉しいなと。結構ラインナップ多いですね。ああ、もう、コミコミって感じでございます。さあ、行きましょう。これステップだよな。はい、まずはステップ1、優勝ジェム、ジェムでいったれ。だい、さあ、あ、そうだ、防具レビューしてねえわ。まずはちょっと10連先にポンと引いてね、その後防具レビューの詳細やっていきましょう。まずはファースト、新年明けましておめでとう、運試し一発目でございます。ステップ1からいきなり槍が出ちゃうんじゃないのてい。おお、今年は厳しそうですね、これ。グググもない。初心に戻れってことですかね。稲剣でございました。初心に戻れっていう、あれなんでしょうかね。ちょっと暗示なんでしょうか。
さあ、防具側のレビュー、ちょっと詳しく見ていきましょう。あー、衣上には羽ちゃんとついてますね。冠のポイントだったのは力極みがやっぱり50ですね。プラ50。あとに関しては変わらずなので、評価としては先ほどの話と。そして衣上の真偽一体も確認済み、結界も確認済み、スバイスダウンガード超過プラ60で、おっと、サブステータスがございません。力プラ、あ、HP さえもつかねえば。ちょっとこれ悲しいね。サブステータスなしです。関東性能165守備力。冠の方が95。まあちょっと普段より、やや高めぐらいかな。防具もって感じかな。で、衣下の不死鳥の個人。これがなんか爆発ボッカーンだったりして。で、感電耐性きたー、やべえ。やべえ。まあ、麻痺極みの時点でもう俺引く気満々だったけど、これ星ドラ始まって以来の感電耐性、いつ出るんだいつ出るんだと思ってたらここでぶっ込んできた。感電耐性込みでございます。で、サブステータスは全部ついてないですね。こりゃ欲しいわ、カラーだ下も。で、あとは内容変わらずという感じでしょう。ちなみに特性の戦闘開始に補助特訓していて、まあこんだけ何も注意書きもないんであれば普通にいろんなの たまりそうですね。職業スキルだろうがなんだろうが、いきましょう。ステップ2。